よし。キリト、来てくれたんだ。うん、そうよね。早くスキルを上げないと。なんでもないの、気にしないで。さあ、早く始めましょう。失敗しちゃうなんて。ううん、やっぱり火事スキルがバグって消えちゃったせいだ。消えたスキルは上げ直せばいいなんて軽く考えていたけど、また逃げられちゃってさ。まあスキルがないんだから仕方ないよね。イノートを預ける武器をエボカジアに作らせるなんて自殺行為だし。有り余っているわね。
入っていた注文はキャンセルになっちゃったし。出かけるってどこへ？ちょっと待ってよ。ここって、なんだか落ち着く場所ね。そうか、戦闘スキルはあまり人に知られたくないものだものね。でもそんな場所、私に教えちゃってよかったの？そんなことないよ。すごく嬉しい。キリトとレジャースポットっていうのも楽しそうだったけどね。でもここで十分だよ。っていうか、ここに連れてきてくれて嬉しい。ありがとうね、キリト。勘違いしちゃうよ。こんなことするのは特別な人だけにするものだよ、キリト。何よ、それって私がキリトにとって特別な存在ってことだよね。そんなことだとは思っていましたよ。言われたら悪い気はしないけれど。ね、キリト、ちょっといい？あんたの命を支えてるその対価としてさ、ちょっとだけ充電させてよ。言ったでしょ、元気の充電中なの。お願い、もうちょっとだけ。ありがとう。気分転換していい気持ちになった。うじうじ悩んでるより気合でスキル上げしていく方がいいに決まっているもの。
また落ち込んでたら、またあの場所に連れてってくれる？充電も？お、言ったな。約束だからね。それじゃあ、今日はありがとう、キリト。またいつでも来てね。
はい、ごめんなさい、心配かけて。私が用意したものです。だって少しでも戦力が増えた方がいいってパパが言ってたから。私にできることですか。わかりました、考えてみます。本当にごめんなさい、もうこんなことはしません、約束します。私もパパのお手伝いします。